三宝。明治時代、火災から東京の人々を守る消防団の中で唯一警視庁から正式に認可された施設消防団があった。損保グループの源流となる東京火災保険会社の消防団。火事の多い東京で人々の暮らしを守りたい、その思いから1888年、日本初となる火災保険会社東京火災を設立。損保グループの源流には身を挺してお客様を守り抜くという強い使命感があった。しかし日本社会で初めての火災保険経営は厳しいものだった。1893年、安田財閥を一代で築いた安田善次郎の手で経営再建、躍進が始まる。1944年、保険料収入日本一となった東京火災は合併を機に安田火災海上保険に。1976年には現在のグループ本社ビルを新宿に完成させた。1892年、日本火災海上保険の源流である日本火災を大阪財界が設立。北前船の荷主船主は独立の精神で自前の日本海上を1896年に設立。1944年に両社は合併。そこには時代の求める保険を自らの手で作る果敢な挑戦心があった。1911年、日産火災海上保険の源流である日本初の障害保険会社日本障害が設立。怪我で生活に困る人を救い、多くの幸福を届けたいという創業の志があった。1918年から興和火災海上保険の源流である4社が関西で北海道で次々と設立された。1954年、異なる個性の4社が合併。そこには一致団結して苦境を乗り切る結束力と不屈の精神があった。1920年、保険を通じた日本と台湾の発展を願い、大成火災海上保険が設立。グローバルな視点から保険を通じて社会の役に立つという高い理想からスタートした。グループの中核である国内損保事業の源流となる会社が、明治からの日本の激動の時代に次々と誕生した。20世紀後半、保険業界にとって激動の時代。1996年の保険業法改正を機に、保険料・保険商品の自由化が加速し、競争が激化。2001年には日本火災海上保険と興和火災海上保険が合併、日本興和損害保険株式会社を設立。2002年には安田火災海上保険と日産火災海上保険が合併、株式会社損害保険ジャパンを設立。同年、大成火災海上保険を合併。時代の流れに対応して事業規模・領域を拡大した。さまざまなイノベーションが起きる一方で、経済危機も発生。社会の変化はますます加速していく。そうした中、2010年4月1日には株式会社損害保険ジャパンと日本興和損害保険株式会社は共同持ち株会社NKSJ ホールディングス株式会社を設立。一世紀を超える歴史を持つ両社が培ってきた強みを共有し、新時代に突入した。2014年9月、持ち株会社の社名を変更し、損保ジャパン日本興和ホールディングスへ。
さらに2016年、ソンポホールディングスへ。グループのトランスフォーメーションが加速。事業のコアとなるのは、国内損保事業、海外保険事業、国内生保事業、介護・ヘルスケア事業、加えて様々な戦略的ビジネスを展開。グループブランドスローガンは、安心・安全・健康のテーマパーク。グループの目指す姿をスローガンとして掲げた。損保グループは損害保険だけでなく、人々の安心でいたい、安全でいたい、健康でいたいという根源的な思いに応えるソリューションプロバイダーに。お客様にとって万が一の時に役立つ損保から、より充実した人生をもたらす損保へ進化。グループの力を結集して、人にしかできないこととデジタル技術を融合させた最高品質のソリューションで、あらゆる人が自分らしい人生を豊かに楽しむことのできる社会の実現に貢献していく。グループの体制は迅速に意思決定し、能動的に実行する体制構築を目指し、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行した。また企業価値の向上を図るグループチーフオフィサー制度を導入し、社外の人材を積極的に登用。グループベストの意思決定、グループ横断の業務遂行を行うマトリクス型のグループ経営体制を構築。各事業部門では敏捷かつ柔軟な意思決定を行うために、事業オーナーを設置する事業オーナー制を導入している。2014年9月、損保ジャパンと日本興亜損保が合併し、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が誕生。両社の強みを一つの会社として発揮し、強固な事業基盤のもと収益力の最大化を図ることとした。2020年4月、損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、お客様への分かりやすさの観点から損害保険ジャパン株式会社へ社名を変更。損保グループの中核事業として、国内マーケットでおよそ3割のお客様に選ばれている。その原動力となるのが、日本全国津々浦々に広がる営業拠点網。業界最大規模の自己サポート体制と代理店販売体制。近年激甚化する災害時に、一日も早く保険金をお支払いするという保険会社としての使命を果たすため、全社を挙げて災害対応に取り組んでいる。最もお客様に支持される損害保険会社を目指し、徹底してお客様の立場で考える風土。創造性、独創性を発揮できる自由闊達な社風。決断と実行のスピードを尊ぶ文化を追求。企業としての成長だけではなく、社員一人一人の成長の実現に向け取り組みを進めている。1950年代から日系企業のお客様への保険サービス提供を中心に展開してきた海外保険事業は、現在も現地事業の拡大を通じて成長を続けている。2017年、過去最大規模の M&A となるエンデュランス社の買収が完了し、グローバルベースでの成長基盤を構築。損保インターナショナルブランドのもと、グローバルプラットフォーム化を進め、グループ横断での戦略立案や迅速な意思決定、ノウハウの提供と実践が可能となる体制を築いた。現在30の国と地域に展開。
北米ヨーロッパを中心とした先進国では企業向けの商品サービスを展開する保険グループとして安定した収益と健全性を確保。農業保険アグリ損保や専門職業人向け保険損プロなどのスペシャルティ保険を幅広く取り扱い、高度な専門性を持ちながらお客様に様々なソリューションを提供。トルコ、ブラジル、アジアなどの新興国では個人・中小企業マーケットを中心に着実に拡大を続けている。損保グループの成長ドライバーとして事業規模の拡大と収益性の向上を牽引していく。2011年、損保ジャパンひまわり生命と日本興和生命が合併し、NKSJ ひまわり生命保険株式会社を設立。グループの生命保険事業を担う戦略的子会社として、経営基盤をさらに強固なものとして成長を加速。2014年9月、損保ジャパン日本興和ひまわり生命保険株式会社へ社名を変更。2019年10月1日には、より分かりやすい名称として、損保ひまわり生命保険株式会社へ社名を変更。2016年からは保険会社が提供する保証機能だけでなく健康を応援する機能を組み合わせたインシュアヘルスの提供および健康経営を両輪とし、お客様の万が一と毎日をつなぐ健康応援企業への変革を進めている。インシュアヘルスを成長の軸として、今後もお客様に安心や健康を提供し、変革を実現していく。高齢化が急激に進展する中、介護事業への本格参入を進め、2015年にワタミの介護、2016年にはメッセージを子会社化。75歳以上の後期高齢者が高齢者全体の半数を超えた2018年、損保ケア、損保ケアネクストをはじめとするグループの介護事業会社4社を損保ケア株式会社として統合し、在宅介護から施設介護までフルラインナップの介護サービスを提供できる体制に。地域単位で人材の流動性を高めるフレキシブルな人材活用と、市場ニーズや戦略に応じたグループ経営資源の有効活用を図り、日本全国8万人のご利用者様に最高品質の介護サービスを展開している。また認知症に関する社会的課題に対し、認知症に備える、なってもその人らしく生きられる社会を目指した損保認知症サポートプログラムを展開。グループならではの総合力を生かして、お客様目線での認知症に関するソリューションの開発提供に取り組んでいる。新たな体験価値を創造するために、デジタル技術と手法の活用に取り組み、従来の概念にとらわれることなくプラスアルファの付加価値を加えている。最先端の技術や情報、環境変化を把握し、既存事業のデジタルトランスフォーメーションとデジタル新事業へのシフトの両立を実現するため、東京、シリコンバレー、テルアビブの3拠点に損保デジタルラボを設立。2018年、国内損保事業では新たな保険のサービスとして、スマートフォンで事故のご連絡、その後のお手続きまでを一貫して対応できるスマホ型保険サービスを開始。お客様の利便性を追求し、世界の保険マーケットの変化にいち早く対応している。2019年には保険だけでなく
個人間カーシェア、カーリース、駐車場シェア市場に参入。自動運転分野における提供も強化し、次世代の安心安全でスマートな社会を実現するマース領域への事業展開も進めるなど、予防サービスや事故時の早期万全な復旧を支える総合的なサービスを提供できる体制を目指している。介護ヘルスケア事業では、人間とテクノロジーの共生による新しい介護の在り方を創造するプロジェクト、フューチャーケアラボインジャパンを2019年に始動。国内外の最新テクノロジーの実証などを行う研究所を開設し、データエビデンスを蓄積、介護業界に幅広く展開できるよう取り組んでいる。2020年1月、国内生保事業では日本の保険業界初の取り組みとして、世界最大規模の家電見本市 CES に出展し、健康応援アプリを発表した。2019年、世界中の政府機関・企業向けにビッグデータ解析ソフトウェアプラットフォーム事業を展開するアメリカのテクノロジー会社パランティアテクノロジーズと共同で、パランティアテクノロジーズジャパンを設立。さらに2020年、パランティアテクノロジーズと安心・安全・健康のリアルデータプラットフォームの立ち上げに向けて合意。ビッグデータの活用がさまざまな意思決定や新たな発見につながる可能性を持つことから、グループ内でのソフトウェアプラットフォーム活用はもちろんのこと、国内の幅広い企業にデータソリューションの提供を開始。世界最高水準のビッグデータ解析技術とオペレーションシステムで、損保グループが保有する介護、交通事故、災害などのリアルデータプラットフォーマーとして、課題解決に貢献する価値ある商品・サービスなどの提供を目指している。文化・芸術の振興にも積極的に貢献。1976年に東郷政治美術館を開設。1987年にはフィンセント・ファン・ゴッホ不朽の名作「ひまわり」を購入、一般公開。以降、累計来館者数は600万人を超え、アジアで唯一ゴッホの「ひまわり」を見ることができる美術館として親しまれている。2020年に損保美術館に生まれ変わり、新宿のアートランドマークとして、これからも多様な芸術文化を発信していく。社会はグローバル化やデジタル化が急速に進展し、その負の側面とされる所得格差や機会不均等などが拡大している。そうした中、当社桜田グループ CEO が経済同友会の代表幹事に就任。経済同友会は終戦直後の1946年、日本経済の再建を目指して設立。以来、社会の多様なステークホルダーと連携して提言の実現に取り組んできた。代表幹事として日本の目指す姿を、いてほしい国、いなくては困る国日本と定義し、政策を提言するシンクタンクにとどまらず、政策実現に向けて行動するドゥータンクへの進化を明言した。身を挺してお客様を守り抜く創業の志は、世紀を超えて受け継がれてきた。外部環境が目まぐるしく変化するも、損保グループはその強い使命感を胸に、安心・安全・健康のテーマパークの実現に向けたトランスフォーメーションを果たし、将来においても持続的に成長できる企業グループへの進化を目指していく。